内藤正隆は、日向国延岡藩の第八代藩主。延岡藩内、藤井江家宗家十三代。嘉永五年五月十日、東都海掛川藩主、大田助春の六男として、江戸で生まれる。万円元年に、延岡藩の第七代藩主、内藤正義の養子となり、文久二年十月二十四日に、正義が隠居したため家督を継いだ。 幕末の動乱の中で、政郷は、実家の大田や、養子先の内藤氏ともに、徳川家福代の家臣だったことから、砂漠派として行動し、源氏元年の第一次長州征伐、慶応二年の第二次長州征伐では、幕府軍の一員として参戦した。慶応四年に一月の蕎麦、伏見の戦いの際には、政郷は在国していたが、大阪駐在の反定が、 旧幕府軍の命令を受けて、警備の任を受けていたことから、新政府より朝敵と認定される。政挙の代わりに、京都に詰めていた重臣の小林雄造は直ちに、弁明を行うとともに、薩摩藩や熊本藩に終戦を依頼している。政挙も2月7日に新政府に従う、胸の誓約書を、薩摩藩に提出している。その後、上京して弁明することを命じられた。 政居は4月5日に入居して、新政府による休門を受けた後、5月10日になって、部下の不行き届きを理由に、近親100日余りの処分を受けたものの、責任者とされた部隊長2名は釈放され、これによって事実上の赦免とされた。母親戦争では、甲府上勤番など、広報警備のみを命じられた。明治2年6月の反責奉還で、 延岡藩知事に任じられ、明治4年7月の廃藩知見で藩知事を面刊された。その後、東京へ移り、慶応義塾に学ぶが、眼病のため退塾した。しかし、原時行など多くの旧藩士を慶応義塾で学ばせている。明治9年に、宮中金番に任じられ、さらに明治14年には、宮中志向に任じられる。 明治17年の家族霊で死者区に列せられた。明治23年に西南戦争や明治17年の延岡大火で、水備した給料の復興と教育振興のため、延岡に戻って定住した。その後、小林健一郎を華麗に任命して、火星を改革させた。また、藩校の系譜を引く、助転車を中学校として整備し、宮崎県立延岡中学校へとつなげた。 加えて、女子教育のため女児教者を設立し、延岡高等女学校へと発展させていくが、県庁所在地を除いた地方における女子中等教育の先駆的事例である。延岡中学の県立追換後も、高等女学校は、昭和期まで内藤家が経営に当たった。さらに笠原修太郎を招聘して日、平良道山の経営に着手した。 明治29年3月には、銅山内に日平ら人上小学校を設立して、従業員指定の教育に配慮している。明治43年1月には、延岡電気所を設立した。電力事業は蓄光と合わせ、今日の朝日火星につながる日本窒素の工場誘致の呼び水となり、今日の延岡市の経済的基礎を築くこととなった。大正元年9月には、 三立て人上昇学校を設立するなど活躍した。近代の宮崎県における有数の資産家であり、なおかつ事前事業や教育活動に熱心だった。延岡城には、生居の異業を検証する銅像が建てられている。昭和2年5月23日に死去した。去年76。ありがとうございます。